土地区画整理事業実施地の様子名古屋市の土地区画整理事業一覧は名古屋市内で実施中また実施された土地区画整理事業の一覧である名古屋は戦前期から内務省都市計画地方委員会名古屋のスタッフは黒谷良太郎石川栄養仮能力根岸市城地長崎ビンオン野間森虎戦後は田淵俊夫らによって 土地区画整理事業を積極的に実施。平和公園は、戦災復興都市計画における区画整理によって、100メートル道路など、道路建設とともにもう一つの重点とされ、生み出された。名古屋市中区の総見寺は、信長工業以外の墓地はこの時の区画整理により、平和公園へ移動したものである。東屈追の県中寺も、第二次大戦後の区画整理などにより、 現在では、境内の規模は建造当時よりも縮小している。名古屋市森山区上しだみ地区にあるしだみ古墳群は、戦後開発に伴う区画整理で多くが、失われてしまう。1937年名古屋市港区となった大須野村地区は、戦後の区画整理で、名古屋港開発のために埋め立てられた地域も存在する。天白村は、名古屋市編入後に、 昭和区天白町となり、1961年頃から土地区画整理組合が設立され、急速に開発が進み、1975年に天白区が新設される。一方で、日置城樹林地は昭和20年3月の空襲で焼かれ、復興区画整理事業でも売却されることなく市の保留地となっていた。2002年の秋、名古屋市が伐採と、 土地売却を計画したが、地元住民の反対によって中止されている。名東区には区画整理が行われる前には、板高町高張メクソという地名が、藤ヶ丘の地区内の土地区画整理事業が進められる。前は、藤森という地名であった。山田地区は、名古屋市合併以降、環状2号線などの道路建設や名古屋市営地下鉄、鶴舞線の延伸と、 名鉄犬山線との相互乗り入れ開始などに伴う、急激な都市化の進展で、人口増加を見込み、土地区画整理事業を実施。緑区大高町和財池の内に位置する南、大高駅周辺は1995年より、区画整理が行われている地域で、大型ショッピングセンターも進出している。森山区でも2001年名古屋ガイドウェイバスゆとりと。 ライン開通とともに、流線寺街道の拡幅とともに、土地区画整理などの大型開発が進んでいる。名東区牧野里は、特に1977年以降の高張南部、土地区画整理組合が、高張、牧野里地区で、宅地造成を図った。中止並み土地区画整理、大規模集合保留地における、開発事業では設計協議を実施している。 名鉄瀬戸線沿線は、周辺の土地区画整理事業の進捗と、相まって、1983年に、森下駅、八田駅間が高架化された。港区春電屋のジャスコシティ南洋約 1km 南方に、名古屋市都市開発事業の、茶屋に田た地区土地区画整理事業が実施されている。イオンモール、名古屋茶屋が、名古屋市都市開発事業の、 チャヤニッタ地区と地区格整理事業における誘致にて2014年6月開業したイオン大高ショッピングセンターはイオン株式会社が名古屋市緑区の大高南特定都地区格整理事業地を借用して山崎建設が建設施行し2008年3月25日に名古屋市を建築物オーナーイオン株式会社の SC 事業部を開発事業者として グランドオープンしている。名古屋市森山区中市並特定土地区各整理事業の中核施設として、ユニーが2012年頃オープン予定であったが、中止され、同地区内にスーパーマーケットバローが開業したほか、コストコが開業する予定である。ガーデン不当東地区再開発事業の名古屋港、イタリア村は、土地活用モデル大賞を受賞したが、その後経営破綻している。 名古屋市は、地域に多くの軍需工場が所在したことから空襲による多くの被害が出ていた。終戦直後の1945年9月29日には、名古屋市会において、名古屋市再建に関する決議案を全会一致で決議し、復興に向けての歩みを進めることとなった。その手法として、関東大震災復興において活用され、市内においても、 すでに地域の過半を占めていた土地区画整理を採用することとし、翌月には名古屋市施設局において実務を推進する計画化、政治化及び復興測量事務所が設置された。12月30日に潜災地復興計画基本方針が閣議決定され、土地の整理を土地区画整理の手法を用いることを基本とする内容で、 名古屋市の復興計画を後押しするものであった。翌年6月27日に復興都市計画土地区画整理区域が決定し、8月7日に都市計画事業が告示され、名古屋復興都市計画土地区画整理事業が開始されることとなった。構想は1945年12月6日付。 中部日本新聞紙面において100メートル幅の道路2本と50メートル幅の道路9本、理財寺院の墓地を集団移転するなどの案がすでに示されており、寺院の協力を取り付けていた。1949年には政府により、全国の計画縮小による早期終結を求めがあったが、この時点ですでに約9割の仮管地指定が終了していたため、 結果的には求めに沿わずに事業が継続されることとなった。施工区域に関して1949年5月24日、48工区に分割された。以下に一覧する。名古屋市で、高地整理は27、その間の区画整理も1934年までに59、行われた。ありがとうございます。